こんにちは。エアコンがついてる。はい、こんにちは。ゆうかりチャンネルです。はい、先日言っていたマルティナさんのサイトから頼んだものが届いたので紹介していきたいです。イエイ。はい、まずまずね、もう開けちゃったんですけど届きましたよ。久しぶりに頼みましたね。そう、こちらね、この毛糸は2023年ウクライナ支援チャリティー企画セットというものです。じゃーん、こちらです。ほんと可愛いの、この2つこれはね、どんな糸か分かんなかったんだけど、なんだろう、ちょっと開けてみますね。こちらね、2000円でした。はい、こちらね、ボーン、ユニオリジナル単色 50g の 212m、 ウール 75%、 ナイロン 25% ですね。はい、こちらジャンコードでタンポポという名前です。そう、これね、こだま買ったんだよね、 10g ので、こちらがオリジナル単色ラムネ50g の 212m です。はい、こちらジャンコ、これもね、すごい可愛いね、ウクライナカラーでしょ。はい、そして気になるこちら、こんな感じ、なんだ、紐みたいな感じだね。ちょっと開けてみます。あ、なんかね、紐みたいだね。35%、 何、なんていうの、なんとかウールと 35% ポリアミド、 30% ビスコース製、読めない、 50g 115m です。うん、変わった糸だね。なんかああいうサコッシュ、サコッシュっていうのかな、携帯サコッシュみたいなの編むといいかもしれないですね。カバンとか伸びないので、伸びない糸です。はい、こちら、これでね、2000円でした。まあ、こちらがおまけみたいなものかなと思いますね。これがだいたい多分1000円ぐらいずつするんじゃないかなということで。はい、次、私が欲しかったの、こっちが本命です。本命ちゃん、ビュン、これめちゃくちゃ可愛いはい、こっちね、これがね、確かアマリートだった、はぎれじゃなくて、ハイトっていうのかなです。で、これだけなんかお一人様2つまでって書いてあったので2つ買ってみました。色が一緒ではないね。こっちとこっちはやっぱり色が違う。ちょっと出してみるね。何個ぐらい入ってるんでしょうか。じゃーん、バラ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 、玉入れのように数えてみます。1、なんかこれ持ってる気がする、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16ですね。16個入ってます。これさ、これだけでさ、分かる人すごくない？はい、これなんでしょうはい、これなんでしょうとか言って、これなんでしょう、分かるかな、これなんでしょう、見たことあるのもあるけど、分かる。はい、こっちも見てみます。ミック
スビーンズだって本当あれだよね、お豆みたいで。なんかね、こういうちっちゃいのはちっちゃいので、あのなんだっけ、スウェーデンドールとか編むのにすごくいいなと思って、いろいろね大きい玉出してきてゴソゴソちょびっとだけ使うのにあれするのに大変なので、ちょっとだけ欲しい時にすごくいいね。1、2、あ、かわいいこれ。3、4、これ私だったらいちごミルクってつけるね。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15？ あれ？こっち16じゃなかったっけ？はい、こんな感じ。めっちゃかわいいこれ。なんかさ、自分がさ、イベント出店する時とかにさ、自分のアマリートとかもさ、ちょびっとだったら使わないやと思っちゃうけど、こうやってね袋に入れて販売したら、もしかしてラッピング用とかでもね、買ってってくれる人いるかもしれないね。使い道ない、細かいの作る人いなかったらあんまり使い道ないけどね、ラッピングとかにこの糸使ったら可愛いかなと思います。そして5000円以上じゃないと送料が無料にならないので、はい、私の大好きな毛糸買いました。さあ、わかるかな。私が一番最初にこのオパール毛糸と出会って一目惚れして、それ以来ずっと大好きな定番の糸です。じゃーん、今回ねぽっちゃりくんにしてみました。じゃーん、こちらです。私の携帯ケースもね、このサーカスで編んで作ったカバーをしてます。はい、こちら 100g280m の6本よりぽっちゃりくんです。このサーカスの色ほんとかわいいの、これね、ピンクと白と薄水色とちょっとパープル寄りのグレーと、ピンク、このバイオレットみたいな、ほんとかわいい、これ大好き。やっぱ定番って定番なだけあるよね。そうかわいいの。これとさ、紫のライラックだっけな、あれもかわいい。いいね。なのでこれがサーカス、値段も上がってるもんね、1760円ですね。でこのミックスビーンズは1つ990円でした。そしてちょっとおまけでね、購入品紹介の合間に、じゃん、こちら編み上がりました。フィンフで編んだ骨董糸の靴下です。かわいいでしょ、この色目が。でね、聞いてこれ、聞いてこれ、あらら、なんかさ、つま先に入るさ、こっち普通でしょ、このつま先に入るちょっと数段前で糸がねこれだけになっちゃったのね。もうないじゃんと思って、急遽アメリーだと思うんだけど、このブルーにしました。こっちだけどうこれ。先だけブルーにしました。しょうがないよね、もうこんだけ。これミックスビーンズの中入れとこうかな、こうして巻いて。ほんとこんだけしかないの。測ってさ、やればいいのにね。最初にさ、測り持ってきて、大体の1個の重さってあるじゃないね。それより足りなかったら2歩ともつま先をさ、色変えすればよかった、ね、はかりを持ってくるのがめんどくさくて、ね、結局こういうことになるなら最初から測っとけばよかった。次ははかりを使います。これ
ミックスビーンズの中入れとこうかな。はいはい、そしてこれが靴下でしょ。そしてこれ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 です。みんなこういうのジップロックに入れてやってます。これかわいいの、これイオンでね一番 LL サイズかな。クジラなの、かわいい。ジップロックっていくつあってもいいよね。よしよしよしってことでね、ほらなんか進んでないみたいに感じる。これ結構編んでるんだけどね、飽きちゃって。この間何センチって言ったかな、進んでるのかな、これで13.5 です。 13.5 センチまで来ました。これね枕カバーになります。今日はお見せするだけにします。 iMovie の編集になってますが、気づかれた方いますか？てかテロップに入れてるし、なんか慣れない編集で時間かかりますけど、ちょっとずつ覚えていって、結構ね可愛いテロップもあったりするので、そちら使っていこうかなと思います。まあ今日はそんな感じかな。靴下また違うの編み始めようかなと思います。ハマっちゃうよね。でもね、アイアムオリーブに載ってたね、グラニースクエアのモチーフつなぎのベスト、めっちゃ可愛くて色合いが、で全く同じにするつもりはないんだけど、なんか冬糸で中細ぐらいなので、あそこの五商産業さんのマーケット行った時に買ったあの糸でできないかなと思って、そうなんか冬、秋冬に向けてそれを編み始めたくなってるから悩んじゃうね。いろいろ手を出しすぎて悩んじゃうんだけど、秋に着たかったら今編まないと、もう2ヶ月ぐらいしかないから、それもちょっとね編み始めたいと思ってます。なので編みぐるみは今ちょっとお休みしてて、でも編みぐるみ協会さんでコミックアイ買いました。また可愛い猫ちゃんとか編みたいなとは思ってます。はい、ではそんなこんなで購入品紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆかりチャンネルでした。バイチャー。かわいい。